私からすると、なんで私が依頼した時に動いてくれなかったのって思う部分もありますよね。なんで研究、私を信じないけど研究を信じるのっていうのがちょっと思ったね、正直その時に。で、カップケーキ、こんなサイズよ、うん、1個食べきれなかったの。もう一口ね、あれをずっと砂糖食べてる感じ。おやおやしかも、Could you speak English の、まあ、結構分かってるんだよ、もう理解して食べてるの確かに分かってんじゃん、分かってるじゃんみたいな、分かってんじゃんはい、ということで今日はスペシャルゲストにバイリンガルベイビーのアイシャさんを招待しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、皆さん、ね、ご存知の方もとても多いと思うんですけれど、アイシャさんに自己紹介をまずお願いしたいと思います。はい、7年前からバイリンガルベイビー英会話っていうチャンネルを始めまして、まあ、もともとね、子育てのための英語のインプットだったんですよね。こういうふうにアメリカ人の親が子供に英語で声かけるんですよとか、まあ、あと子育て、こういうふうにアメリカ人は子育てをしてますよと7年間ぐらいお届けしています。そう、ちょうどね、この一時帰国のタイミングで、そう、アイシャさんとね、ぜひお話ししたいっていうことでオファーしてそう、私、そう、あのなるちゃんの時もそうだったんですけど、そう、なるちゃんも初めてのコラボ相手、アイシャさんって言ってたじゃないですか。あ、言ってましたね。私も初めて。Oh, really? Oh, I'm honored! 光栄です。 That's so cool! 私は初めて YouTube のコラボはアイシャさん。楽しいでしょ。 It's really cool! なんか YouTube の裏話とかもね、いっぱいなんか普通マニアックな編集とかカメラとかアルゴリズムとかなんかさ、YouTube をしている人ならではのね、こう共通の話題とかあるんでね。本当に、しかも2人とも子育てしてるし、そうそうそう、で、2人とも海外にいるでしょ。そう、私も海外だ、日本は海外だから。そうそう、外国人としてこう異国に、ね、住む大変さ、そしてその子育てもしつつ、自分で仕事もしつつっていうところでね、全く一緒ですね。そう、共通点たくさんあるんですよ、うんうん、で、仕事ももともとバリバリやっててっていうところ一緒。確かにそうだよね、めちゃくちゃ似てるよね。そう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 っていうところがね、そう似ていて、そう、今日はね、アイシャさんとお話しできることを楽しみにしてます。こちらこそです。アイシャさんは、そう、日本に来て、ね、もう21年もうね、もう長く、そう、日本にいらっしゃるんだけど、母として、女性として、こう仕事もしつつ、家庭もこう回しつつ、もうたくさんの苦労があったと思うんです。まあ、一緒でしょ、ね、一緒ですね。そう、で、そう、そういうところをね、そう、今日聞いていきたいんですけれど、まあ、アレックスが生まれる前まではもう本当に働くことがメインでしたよね。もう、で、仕事としては、まあ、広告代理店に勤めていたので、まあ、結構残業も多めで、長くでも好きな仕事、すごい楽しく仕事をしていたんですけど、子供がすごい欲しいっていうあれはなかったんだよね、うん、特にあのどうしても子供を産みたいとかじゃなくて、ただそろそろ作りたいなって2人ともなった時に、なんと乳がんその時にって言われて、そこでもう子供、多分あの抗がん剤でおそらくもう作れないって言われた時にもきつくて、うん、ああやっぱ欲しかったなってなって、うん、まあ、乳がん の, その治療が終わって、結果としては2年後に授かることもできて、そしてもう一人オリビアね、うん、なんと奇跡2回起きましたっていうこと、うん、なので、まあ、私にとってはね、もう奇跡って感じなんだけど、まあ、子育てをしたらまた新しい自分を見つけましたっていうのが、あのそれまではね、もうマーケティングとか広告とかだった、ビジネスとかだったんだけど、あ、なんか子供、子育て、教育とすっごい興味があることに気づいて、 YouTube 始めたりとか、自分の子育てに関する意見とか、そう思ってることとか、できるだけ多くの人に伝えたいなと思うようになりましたね。それまではね、特にやってなかったですよね。で、今は本業としては、その自分 の, その子育てメソッドっていうのを、まあ、作って、それをこう広める会社っていうのを経営されてて、で、まあ、その傍らで、まあ、YouTube もやってて、会社を、辞めたのは2年前なんですけど、うん、まあ、辞めてやっぱりこっちの活動を、まあ、あの本業としてもちゃんとやっていきたいなと思っていて、うん、まあ、日本の、特に公立のレベルが非常に高いですよね、まあ、テストもすごい、グローバルテストにはね、まあ、いい成績、いいスコアが必ず出るし、ただしその中で、まあ、やっぱ自分らしくいられるかどうかとか、もう自分意見交換できるとか議論できるかって言われたら、まあ、学校はまだそういうところではなってない、うん、でも実際にビジネスした時にそのスキル必要になるから、まあ、私のイメージとしては
日本の学力のままをキープしつつ、プラスアルファとしてそのアイデンティティだったり、自分は誰だ誰なのとか、私は、まあ、こういうふうに思います、相手にちゃんと伝えて、まあ、エンパシー、相手の気持ちを考えた上で伝えるとか、なんかそういうこともちゃんとプラスアルファとしてこうできれば、まあ、ハイブリッドですね、いいとこ取りできればいいかなと思っていて、 それで、レバイン式子育てっていう子育て法を作って、今もうインスタだったりも YouTube でもそうなんですけども、いろんなところで、広めようとしています。家事のバランス、やっぱり、まあ、旦那に言わせると、いや、やってますよみたいな感じなんだけど、なんか私の方がちょっと多いかなっていうふうにちょっと思っていて、ようやく今になってバランス取れてるんだ、もう 50-50 で回ってるんだってなるんですけど、まあ、最初は揉めたのは、まあ、そういう、家事の分担、そしてその次に揉めたのは子育ての方針が違ってたんですよね。それこそ先ほど年トレの話、こちらの動画でしたんですけど、ちょっと理解できないっていうのが、まあ、旦那から言われて、なんで6ヶ月で一人でベッドに寝かしつけるの とか、なんか自立に本当につながるの、子供の自立につながるのって言われて、調べて、その時に調べて、まあ、子供の自立というよりも親のハッピネスだよね、やっぱ 寝てもらって親がピャッと自由に好きなことができるっていうのは、やっぱ親のメンタルヘルスのためになるから、でそれをもう研究見せて、あ、なるほどって、例えばね、そうスイッチして、そこまで議論したんだ。オリビアの時はもう普通分かってました。あ、強いな、確かに楽だねって思ったし、子供もそれでたっぷり時間睡眠取れるって分かってたけど、アレックスの時はすごい揉めましたね。理解できない、ただただ泣いてるでしょって、確かに5日間ぐらい泣くけども1日目に良くなるとかって、でもそれやっぱり、年トレの発想が本当に全然違ったんだよね。いや、かわいそうでしょみたいな、多分その世の中のお母さん的にはやっぱその子供が一人で泣いてて、その時にやっぱ親がすぐ構わなきゃいけないっていうのが多分日本のスタンダードだから、その時にそのフランスもそうだけど、自分で寝る力っていうのをつけさせるから、やっぱある程度は放置して、その自分で寝る訓練っていうのをしているんだけど、でそこでその旦那さんとの意見の食い違いがあった時に、そのアイシャがちゃんとそのデータというか、オーストラリアの研究をそう見せたんですよね。まあ、ロジカルだからね、タカ。なんかロジックで、あ、こういうことなんだって、あ、脳にこういうことがあるんだみたいなことを説明できれば、あ、じゃあやってみようみたいな。そこまでアクションをできる人がなんか少ないのかもしれない。そういうロジカルに考えられるそのパートナー、人であったらちゃんとそういうデータを持ってきて探して、ちゃんと建設的に話し合いができたってところがすごい、私からすると、なんで私が依頼した時に動いてくれなかったのって思う部分もありますよね。なんで研究、私を信じないけど研究を信じるのっていうのが、うん、と思ったね、正直その時に。でも私も最初のその夫婦関係、そう、今は一緒にいて6年ぐらいで、今もね、その愛車との家庭と同じように 50-50 で、家事も子育ても仕事も同じように一緒に頑張るっていう感じなんだけど、そこに至る前までは私が説明しても、私の気持ちを言っても、やっぱ素直にそうだねっていうところにならなかった、うん、ならないね。今はそういうなんかロジックなところを引っ張り出さなくても、自分の気持ち言ったらなんか、うん、あ、そっかって信頼してくるからかな。長いこと長く一緒にいれば、まあ、信頼できるようになるっていうことが、人間としてね、それもあるかもしれない。そうですね、あ、当時はね、もう一緒にいて8年目だったから、うん、もうそろそろ信頼されてもいい年だったんだけど、やっぱ自分が育てられた環境とあまりにも違いすぎるから、やっぱりそれはね、まあ、クレームじゃないんだけど、えって反論するのは分からなくもないし、アレックスが大きくなれば、私たちがやってきた子育ての結果が見えてきたんじゃない。で、相手には優しいけど、それでも自分を抑えない、自分は、ちゃんと言う、あと、まあ、遠慮しない、まあ、大人に対してもスーパーに行ってもどこに行っても、すいません、これを探してるんだけどって、もうちっちゃい頃から普通にやるよね、海外はね。で、日本はどっちかっていうと親が代わりにオーダーもするし、だからアレックスが、言葉が4歳ぐらいになって、なんで4歳で普通に意見出るのとか、こんな深い話できるのって言ったら、あ、そっか、今まで意見すごいアレックスに聞いてたからだねって言って、あ、じゃあちっちゃい頃からタイトに接してもよかったかもねって言って、オリビアの時は全く問題ない。じゃあもう最初は1人目の時はもうお互い衝突もあって、なんか食い違いもあったけど、まあ、徐々にこうみんなで成長してったっていうところなんで、そういうところですね。あ、これ食べる？
いただきますよ。これいただきました。そうこれね、あの今日お土産で持ってきたんですけど、そうフランスのナントで買ってきたチョコレート、もしねフランスのナントとかあのパリにも支店あるらしいんだけど、よかったらね皆さん美味しいんでこのチョコいただきます。ずっとね見てたね、ずっとどのタイミングでいただきますって言えばいいのかわからなくて。Okay, どうぞ。あでも私いつでも食べれるから、あとで、後でタカさんと食べて。アメリカってこういうお菓子ある？アメリカ唯一のおしゃれのお菓子はシーズって言って、シーズ日本にも一時期あったけど撤退したと思うんですけど、うん、まあ、普通の四角いやつもあるし、ちょっと銀の、コップみたいなの中にも入ってるんだけど、でそれぞれ味が違 う。これ絶対にオリビアに見せちゃいけない。もう濃いね、リーチだよね。1個はね、多いね。そう結構1個でお腹いっぱいだから、そう1回ね、そうあの数個食べると結構危険だからね。でも多分気を変えられた後にもう一回行きそう。でも愛車さんの胃はアメリカン仕様だから多分バッチリよくないね。だから私多分アメリカンのお菓子とかも食べれないもん、甘すぎて。頑張って。なんかもう気持ち悪くなっちゃって、なんかあのカップケーキ、なんか原宿かな、表参道が一時期さ、カップケーキがなんかさ、アメリカのがなんか上陸した時にさ、昔日本で働いてた時に買ってきてくれた人がいて、でカップケーキ こんなサイズよ、うん、1個食べきれなかったの。もう一口であれを半分食べて、ちょっともう食べれないと思って、なんかもうずっと砂糖食べてる感じ。おやおやでも日本のお菓子なんか、あでも好き、和菓子とかもすごく好きだよね。なんか足りなくない？なんかあでも和菓子ほら抹茶のために作られてるから実はめちゃくちゃ甘いんだよね。まあそれなりにね、確かにアメリカのスニーカーズと比べると全然違うけど、でも小豆とかもね作ったことは、お茶でね作ったことあるんだけど、すごいそれもね甘いんだよね。でもトゥーマッチじゃないし、全然もちろん量が違うし、あと抹茶と一緒に飲むとすごいバランスが取れて好き。でもまあ甘さは確かに控えめね。日本の例えばチョコレートケーキとかショートケーキとかそういうのはもっと甘さが欲しいとかない？ちょっとだけ欲しい、もうちょっとだけ欲しい。確かにやっぱりあるな。もう一つちょっと頑張って欲しかったなみたいな。あやっぱりある私昔はなんかこっちが日本語普通に喋ってるのに、なんであの不思議な片言のなんかあれで、もしくは英語でね、英語で返ってくるとか、えっと思った。で一時期ふんと思ったんですけど、そして次に銀行に行きました。で銀行にいたら今度はね、ペロリリリ日本語で話されて、なんで英語で話してくれないのって逆に思ったんだよね。なんで私が外国の人なのになんで日本語ペラペラで話すのっていうのは、どっちも不満だったわけだよね。私が確かにあの子供扱いも嫌だったんだけど、普通に日本語でブワーってマシンガントークできたらそれも困ってたと。なのでまあ分からないね、相手のことが分からない、ね、でも確実に言えるのは、ちょっと最初は丁寧にゆっくりめで子供っぽく、まあ、いわゆる子供っぽくみたいに話して、その後にペラペラできたら、あもうあげてもいいかなと思うんですね。私はその外国人としてフランスに住んでて、最初の観光地とか行くとやっぱり最初はもうヘローで聞かれる、はあ、英語だね、うん、そうだけど、まあ、あの田舎とか行くとさ、もう最初からボンジューだけど、うん、最初はやっぱねアジア人だからさ、うんうん、どこ行ってもヘローで聞かれるんだけど、私がボンジューって返すと、もうそこからフランス語、ああそこからもうスイッチが入る。そう必ずスイッチされるってこと、ね、うん、ほとんど。あじゃあ移民者に慣れてるか慣れてないかの違いかな。いや違う、いやそうじゃなくて、やっぱりフランスだったらフランス語喋るべきみたいなところがあるから、あじゃあもうフランス話してくれたらもう喜んでフランスで話そうぜって言うかと、もうそれは当たり前でしょみたいな。あそうそう、だからあの私がね、もう大学生の時に初めてフランス旅行行った時に、なんか地方の惣菜屋さんで、いやこれ美味しそう、なんか夕飯に買おうと思って、英語喋れますかって英語で聞いたの。英語で聞いた、英語で聞いた、はい、もうフランス語全然できないからさ、はい、Could you speak English? って聞いたら No って書いてきた。あー OK、 しかも申し訳ないじゃないよね、 No って日本はね割とうわーできません、すみませんってなるけど、申し訳ありませんってなる、学校で学んだけど忘れたってなる、向こうがね No しかも Could you speak English? の、well、 結構分かってるんだよ、うん、理解した上での大
確かに分かってんじゃん、分かってるじゃんみたいな、分かってんじゃんっていう、そうそうそう、頑張って英語喋ろうとするじゃん、なんか日本人も、うんね、分かんないのに、そう、分かんないのに、あ、道案内してくれたりとかそういう人いると思うんだけども、フランスはもうこっちが、まあ、フランス語しゃ、外国人がフランスに住んでるんだったらフランス語話して当然っていうスタンスだから、うん、そう、基本的にどこ行ってもヘローできてもボンジューって言ったらもうフランス語で、揉めたことがあって問題になったことがあって、まあ、いじめられた、要するにこの年齢で仲間外れさせようとするっていうのが、うん、なんでそんなそこまで人いじめたいの、もう理解できなかったよね。